の？あんな危ない車の前に誰も来ねえよみたいな。幸せしましょう。これどっか左行くよ。そうそう。これ横田基地でしょ。まだ 5.2 キロ先。すごい綺麗だよ。でも横田基地いいんだよ。教えたいよね、あの湘南のお兄さんに。分かんない、マジで。怖い、だって真ん中でこう、ぬーんって行くんだよ、こう、ぬーん、ぬーんって。どっち行きたいの、お前みたいな。だから平行感覚がないんじゃん、やっぱ年寄りだから。ちょっと怖いよ。でも自分はそれでもまだ大丈夫と思って運転してくから怖い。だからそのよくわかんない根拠の運転が一番かねえんだよ。うん、行くなら俺も前に行っちゃっていいと思う。あ、右行くんだ。あ、右行くかい。横田基地に行く人だったの。そう、でもちょっとアウトだけどね。俺あえて俺突っ込まないもん映像残っちゃうけどね。いやいや、これこれ、はい、突っ込まないもん、怖いから。誰か間に来て。ああ、やだ。あのチョロキューみたいなバイクは絶対あの DJ の後ろ行っちゃダメで、風圧で倒れそう。後ろから見える限り、あのやばいね。すんげえ目が痛くなる。この距離でうわってなるから。もうなんかしかめっ面で見ちゃうよ、さっきからの車。こんな感じ。
失礼なこと言っちゃっちゃう言っちゃっちゃう20飲むか、うん、くねえしなぁ。やんなっちゃうよ。ポフちゃん、お食事タイプ。いいんじゃないですか。やだ、ちいってそうだったか。新羽村、北海道。他にマクドナルドあるよ。本当にいいよ全部。ちょっと行ってくるわ。どこに？ブックオフ。なんで？行かないっつってんでしょ。行ってしなさいよあんた。はい。あそこ綺麗に全部片して、あのお尻に全部入れたら買ってもいいけど。やったー。じゃあそうしよう。じゃあ買おう。それ以外はもう買わないでください。綺麗にするまでもう買わないで。やだ。じゃあ捨てるよ全部。やだ。片付けないんだったら捨てるよさすがに。無理だと思う。いや無理じゃねえ。あんなゴミみたいなしまい方してたら入らねえ。ちゃんと入るよ。あんなやれば。押し入れ開いたのさ。